うまそう、ね、うまそう。パンケーキです。イエイイエイ。こっちか。ホットケーキね。ホットケーキです。うん。え、てかフォークナイフじゃ食べないですよ、僕は。なんの、なんの、なんの、こういうの嫌です。ほんと、うん。わんぱくかよ、お前。こんな2枚重ねとかしてさ、うん、食べれるだろ、普通に。わんぱくかよ、うん、いる？かける？何もかけようか。かけようか。はい、マヨネーズ、マヨネーズになっちゃったのまあ、いっか。お手とお手を合わせて幸せ。え、何それ。ええ、あ、合わせて幸せ、ナームーか。そう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 。あ、はいはいはい。おぶつがんの長谷川ね、うん、はいはいはい。そう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 。いただきまーす。いただきまーす。そのジェネレーションギャップみたいなさ。え、そうそうそう。俺、ナームーンを先に思いついちゃったからさ、うんうん、幸せっていうのを忘れてた。うん、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 うん。でも、手でもいいから。気をつけてよ。卵がさ。うん。うん。あ、うん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 。うまい。おいしい？やばいぞ。もう食欲が爆発してきたぞ。マジで。やっぱ使います。すいません。うん。うん。はい。今まで、フォークナイフの人たち、すいませんでした。うん。あ、うま。カッテージチーズ乗せてみ。マジでうま。ちょっと難しいんですよな。切って、で、カッテージチーズも、上に乗っけて、はいはいはい、食べてみそう。うまくね。マジうまいよね。うまっ。これカッテージチーズマジうまい、これ。うわ、やばい。うわ、うまっ。すっごいものを食ってる気がする。うん。うん。いや、ちょっと待って。うん、さ、いや、マジこれ、カッテージチーズってスーパーで安く売ってるから買ってほしいんだけど、それをもう、うんうんうん、ホットケーキに乗せて食べてみてほしい。マジ美味しい。全然、お店に劣らないと思う、こんなん。合うね。うん。すんごいさ、作ってもらって、ほんと何言ってんの申し訳ないんだけど。うんうん。半熟卵じゃない。半熟卵、今じゃないなって時あるよね。お皿が汚れるというかさ、なんか普通のさ、平べったい皿とかに半熟卵、絶対垂れたりするじゃない。うん。ないですか？この、ここじゃないよ。今じゃないよ。今じゃなくて、今じゃないよ。俺、今、俺でめっちゃ文句言われてると思ったけど。うん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 、今じゃなくて。今じゃないの、うん、ない？あ、俺、半熟卵いつでも植えるかも。え、ほんと、うん、もう平たいお皿の半熟卵よ。もう、ドバーってなる前提よ。うん。あり？うん、あり。いいのか。うん。俺そんな作ってもらっておきながらそんな文句は言えんわ。俺はひどすぎるわ。俺だってこの今、この半熟卵どうやって食べようか迷ってるよ。俺も、なんかさ。これ飲み込むしかないよね。口の中でね。ずーっと割らずに置いてる。それはなぜ？垂れるからでしょ？そう。まだまだいいんだけどね。下に垂れたら、もちまりちゃんにペロペロしてもらおう。ダメよ。あれ？卵もダメだよね、この米。あ、かもしれない。ほら、ほら、溢れてきちゃう。うんうんうん。あ、ちょっと失礼、ちょっと失礼。うん、いいね、いいね。うん。あ、美味しそう。うん。美味しいだろ。美味しい。どの道美味しいだろ。いや、そりゃ美味しいよ。うんうんうん。美味しいから。うん、美味しい、うん。ちょっと待って、うまい。あー。あー。すごいよね。うん。何が？朝っぱらから、うん、って言ってももうすぐ12時だけど。うん。こんな優雅な食事。優雅。うん。うん。カフェじゃん。カフェだね。うん。ワンチャンめちゃくちゃ高いさ、うんうん、カフェよりかはうまいよ、全然。そうよ。うん。安いし。うん。そこ重要よね。うん、安いしっていうの。あ、いや、そうなんだけどさ、うん。アフェみたいなのがあった。あ、わかる、あるよね。いや、まあ、どこがどうとかは言わないけどさ、うんうん。パスタに味がなかったよね。うん。しかもさ、提供めっちゃ遅くてさ。いやいやいや。土日じゃなかったっけ？だったと思う。土日かなんかに行ってさ。うんうんうん、まあまあまあ、仕方ないよね。まあ仕方ないのも重々承知だけど。3時間くらいいなかったっけ？そんないねえか。さすがにそんないねえか。なんか体感そんな感じだったよね。うん、え？次の料理出てくるまでに、どんだけかかんの、うん、みたいな。うん。なんか、多分味見してないよね。
味見してた。ああ。で、待って待ってさ、すんごい美味しいのが出てきたらさ、まだ。そうね、そうね。ああ、待ってよかったねってなるけどさ、うんうんうん、家で作った方がうまくねっていうね。じゃあ味がなかったのよ、パスタの。うん。え？って思って、うんうん、逆にみんな、美味しく食べてんのこれ。いや、失礼。いや、でも、多かったから、うんうんうん、人気のお店よ。うん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 。じゃあほら。その人に、その人その人に合う合わないがあるからね。あ、でも味なかったよね。わかるぐらいよね。まあ、薄味なんじゃない？お上品なお店なのよ。あー。お上品。うちらみたいなさ、うん、味の濃い、安いものしか食べてないと思ってたには。いやいや、わかる、いやいや、その本場のさ、パスタとかが、もう、うん、塩しか使ってないとか、卵しか使ってないっていうのも、分かってる前提で、うんうんうん、言うよね、本番イタリアとかね、うん、多分さ、うん、美味しいんだろうけどさ、違うよ、うん、単純にあそこが味見してないのよ、忙しかったからじゃん、そん分かるもんだって本言うても、うん、あこんぐらいかっていうのは分かるけど、味がなかったのよ、そっか、翔ちゃんのだけ嫌がらせされてたのよきっと、マジかよ、やっぱ足りないんですけど。足りるか？翔ちゃんまだあと1枚あるじゃん。なんで足りないでしょ？いや、足りる。半分あげるよ。いらない。なんだ？いや、この後俺お寿司食べるから。マジかよ。いいね。いいねって。俺が食べるっていうことは、あんたも食べるんだよ。いや、だからいいじゃない？うん。いいでしょ？わぁ、卵いいわ、この半熟。うん。上手にできたわ、俺。じゃ、チョコかける。うん。いいね、いいね。でも結構このホットケーキ、はい、甘みがすごい、しっかりある。あるある。美味しいホットケーキミックスだね、これね。うん。なんかさ、ホットケーキミックスいろんなやつある。うんうんうん。の知ってんじゃん。うんうんうん、うん。いろんなちょっと高いやつとか。あるある。で、なんか、番組とかで紹介されてるやつとかさ。うんうんうん。ほんと、俺の舌が、あれなのかあれなんだけどさ。うんうんうん。大してわかりません。違いが、正直。俺の舌なんだろうな、きっと、うん。繊細なものを食べてきた方からしたら。うん。わかるだろうけどね。だね。でも食べ比べないとわかんないよね。あーね。うん。あとあれ、テレビでさ、すごい美味しいって紹介されたやつをいざ食べてみてさ、うん、これがこんな評価なんだみたいな時あるよね。あります。ね。うん。手を込んで作ってるけど、で、そのぐらいの味ならば、うん、もっと時間短縮して同じぐらいの美味しさできるというふうなやつがめちゃくちゃある。うん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 。そんな手間かけなくていいよみたいな。うんうんうん。もっとあるよみたいなのは思うな。まあそうね。でもやってる人から言わせれば、いや、こんだけ手間暇かけた方が美味しいから。いや。というのはあると思う。一時期のさ、悪魔なんとかブームあったじゃん。悪魔の、なんとか、なんか悪魔のパスタ。悪魔のね、卵とかね。うん。名前が強すぎてさ、やっぱ全部食べてみるんだけどさ。うん。まあ、こういう味になるよねっていう。うん、なんか想像つくよね。いや、ほんとになんか、見え方良くなかった。確かに。文句しか言って、まあ、文句しか言ってね、こいつら。まあでもみんな、きっと、まあ、わかる人にはわかる。わからない人にはわからない。まあ、多少一個はわかるでしょ。うん。一個ぐらいは。なんか今まで言ってきたけど、一つは、ああ、確かになっていうのはあるでしょ。うん。あると思う。そういう別に、切れ売りしてないからいいね。まあまあ、最近、オッサンズラブ始まったじゃん。めっちゃ面白い。めっちゃ面白いね。めっちゃ面白い。なんかさ、俺さ、みんなが面白いっていうやつさ、見ない人なのよ。なんかわかんないけど、で、よくよくは見んのよ。なんか何年後かに。うん、その時面白いってやったり、で、やっぱ面白いのよ。うん。でもなんかその時見ないのよ。でも今回ちょっと、まあ、りょうが見てるから一緒に見てんだけど、うん。わ、面白っ。面白いよね。って思って。なんていうの？もう単純に笑えるよね。うん。コメディ要素がすごい強いからさ。うん。わかるわかる。面白い。だから人気あんじゃん。BL 動向っていうよりかは面白いから。だよね。うん。そうだよね。なんか面白いさ、うん、ドラマに出てる俳優さんってちょっと羨ましいなって思うの。うん。なんか自分が面白い人って思われるじゃん。うんうんうん、うん。あれちょっといいよね。
でもまあ、実際面白いのよ。実際面白いか。まあ、面白い。まあまあ、そういう演技ができるからね。うんうんうん。いいなーって思う。あささまでした。はや。俺は1枚だったからね。うん、うん。ちょうどいいでも。え、あれでしょ？シーズン1みたいな、見てないでしょ？あ、全部見てない。見た方がいいよ、絶対。絶対見た方がいい。うん、いやー、絶対今のやつ見終わってからでもいいから見た方がいいと思う。うん、面白い。マジで面白い。うん、まあまあまあ。気が向けば。うんうんうん。はるたみたいな性格の人と付き合える。どんなだったっけ？どんな感じ？ちょっとあんま、どういう性格って言われたらちょっと俺わかんない。結構どうなの？天真爛漫な感じで、深いことはあんまり考えない。あでも、ものすごく優しくて、うんうん、思いやりがあって、うんうん、で、いろんな人の、考えないことないのか、いろんな人の気持ちを考えるから逆になんか優柔不断になってるみたいなところもあったり、優しいの。めっちゃいい人なの。うん。はるたはね。うん。いい人はいいよ。でも、うん、一緒にいるマキは、それに対してイライラしたりする。自分が決めていいって思う人だったらいいよね。自分が決めていいよって言ってくれるって人？え？うん。どういうこと？うん、え？ん？え？だから、優柔不断なんでしょ？あ、まあ、優柔不断、まあ、優柔不断なところもある。相手が優柔不断で、こっちがじゃあ全て決めていいのね。ああ、っていう感じだったらいいってことでしょ、要するに。それだったらいいのかな、本、あ、その優柔不断の方は。それでもなんか。でもその人はその人の考えが、まあ、一応あるから、あ、俺はそうじゃないと思うんだよね。あ、俺はこうしたい。みたいなのはある。わかんない。うん、でも良かれと思って、みたいな。うん、いや、わかんないんだよね、僕も。なんかそういう、なんか恋愛ドラマとか見てももうわかんない、正直。おお、そうなんだ。そういう、なんかその恋愛のやつね、わかんないんだよね、マジで。してなさすぎてっていうかわかんなくっていうか、うん、してなさすぎてって言い方は違うな。してないことね。そう、だから今からじゃあ他の人とデートしてくるとか、うん、恋の駆け引きとかのそういうのとかの、うん、気持ちがもう忘れた。そういう必要ないんだもんだって。あ、今まで。悩むこともないし。ああ。まあそれはそれでいいことじゃないの？まあまあまあ、うんうん。刺激はね、どんどんなくなってはくるんだよ。うんうん、あの人がどう思ってんだろうみたいな、なんかこっち好きだけどみたいな、そういうのとかも。もうないもんね。ないから。ないよね。わかんないんだよね、マジで。うん。でもなんかその付き合ってんのか付き合ってないのかわかんない仲、楽しい時期ってあったよね。うん。付き合う前が一番楽しいじゃん。いや、やっぱそうなのよね。そうよ。付き合う前が一番楽しいのよ。いっちゃん楽しいのよ。ドキドキしてさ。ちょっとのさ、メールだったり、LINE とかのやりとりで、うん、だけでもさ、うん、一喜一憂するじゃん。わかるわかる。うん。最近なんてうちらもあれじゃん。何時に着くかな。うん。今日晩ご飯どうする？外行く？家で食べる？なんかあれでしょ？ LINE でも絵文字使わないと不機嫌みたいに思われるみたいな言ってたよね、あとね。あ、違う違う。丸をつけるのが、機嫌が悪いと思われるらしいよ。うん、機嫌が悪いと思われるの？そう。丸をつけるとね。なんとかです。丸。え？丸が良くないの？怒ってんの？って思うらしい。だから、絵文字なしの丸ってことでしょ？要するに。そう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 。もう文章で、了解しました。丸。が、何かしたかなみたいな感じで思うらしい。俺、絵文字使わないからな。なんか、絵文字じゃなくて、スタンプめっちゃ使う。スタンプは楽。スタンプ。スタンプ使うけど、でも、あなたに対してだけ。ああ、そうなんだ。うん。でも基本、絵文字使わないかも。俺結構、いや、結構でもないな。俺使うんだよな。汗とか。汗とか。あの、笑ってる絵とか。俺使う、めっちゃ使ってるよね。逆にスタンプはあんま使ってないかも。今びっくりした。ん？なの？そこにテレビあるじゃん。うん、ペイの今動画見てんだけどさ、流してんだけどさ、ペイがすごいドアップで左側にいたの。うん、本当になんか、リアルでさ、そこに人が立ってるのかと思ってさ、マジで、あれっつって。怖い、確かに怖かった。見ちゃいけないもの見たのかと思って一瞬、うん、びっくりした。いや、まあ絵文字、わかんないな。
でもなんかもう最近の子たちがどう思ってるかとか全然わかんないじゃん。ああ、そうね。そう、そう、そう、そう。まあ、それはそれでそう。なんだけど。なんかさ、飲み会とか行って、うん、飲み会っていうかまあ、まあ飲み会行って、うん、一緒に住んでるのに、うん、ちょこちょこ連絡してくる人とかいるじゃん。え、付き合ってて？あ、そうそうだ、付き合う、付き合ってる人の片方が、一緒にと飲んでて、うんうん、で、いちいちなんか、メールをしてくんの。メールっていうか、LINE か。LINE をしてくんのよ。でも、実際は別に、家に一緒に住んでるし、うんうんうん、あの、相手も飲み会っていうのを知ってるのに、あわざわざ、なんか、家で話せばいいじゃんって思うの。あ、相手が飲み会に行ってるのにってことね。そうそうそう。これさ、あなたに、がさ、はいはいはい、飲み会行ってる時とか一切連絡しないの？あ、しないね。いや、なんか、気使われるのも嫌だし、なんか、LINE、うん、めっちゃしてくる人とも思われたくないから。うん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 。どう思う？逆にちょっと心配になるかも。何が？どっちが？早く帰った方がいいのかなとか。あ、そう。そうなの、そう。だから、うん、それ。うん。なんか、こっちの配慮もないなって思ったの。うん、 うん、 うん、うん。その飲み会行くって、っていうのを相手に伝えてんのに、うん、わざわざじゃあ、犬の散歩行ってきたよとかさ。あ、何それ、え、じゃあ、何、もう早く帰っちゃうみたいな、うんうんうん、なるよね。なる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 。なんかちょっとその飲みの場もしらけるよね。だよね。お前のパートナー、ちょっと、すごいね、うん。そんな連絡来るみたいな。心配してんじゃん。全然。だった方がいいじゃん。うん。好き同士だし、全然、仲の悪い風に、てか、全然マイナスイメージとかではないけど、うん、ちょっとさ、ちょっと飲みの席の3時間ぐらいさ、うん、ちょっとは良くない？あの、別に連絡しなくてもすぐ、うん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 。なんかそれはちょっと、一緒に飲んでて、なんか、いちいちそれを見られんのもなんか嫌だな、とか思うよね。うん。うん、今さ、腕を組むタイミングがめっちゃシンクロしてた。ほんと？横目で見ながらさ、あ、すげえシンクロしたって思った。うん。それだけ。はい、どうぞ。あ、うん。いやいやいや。でも今こうやって言ってんのもさ、うん、え、俺のことじゃねみたいなさ、俺の周りがもしさ、万が一見てたりしたら嫌。いいじゃん。なんか友達減るやんけ。いいじゃん、別に。気にしろ。気にしないでほしい。気にしないで。気にしないでほしいの。いや、だからといって別にその人が嫌いっていうわけじゃないし、ただ、別に、家帰って喋ろよ。ですもん。うんうんうん。確かに。と思ってる。うんうん、ごめん、ちょっとごめん、今、ちょっとハクソトとかで、そう、カットしない。いや、もう。そう、ほんと、その、白ソのところだけアップにするわ。マジでするからね。もう気になっちゃったから。あ、隠せなかった、こうやって。全然。普通にやっちゃったわ。全然、白ソ映すからな。やん！じゃあ今度お前鼻クソ出てても教えねえかな。